こんにちは、インセルです。前回のあの夕飯がもうあまりにも、まあ、あれだったということで、ちょっと私もちょっと反省しまして、まあちょっと口内炎治りかけてまだ痛いんですが、ちょっと今回はオムライスを作ってみました。ちょっといきなり飛躍しましたが、ですね、ちょっと前に買った卵とあとね、玉ねぎがちょっと冷蔵庫残ってまして、ちょっといい加減使わないといけないなと思いまして、でそれでオムライスにしました。ケチャップもあったんでね、これです。まあ、ちょっとごめんなさい、あまりにも皿も汚いですし、ちょっとあまりにも盛り付けが汚いですが、これ一応オムライスということでお願いします。はい、まあ、先にチキンライスを作って、で後で卵をまあ焼いて、乗せたわけですが、一応チキンライスはあのちゃんと胡椒をまぶして、作って、具は玉ねぎ、先ほど言った玉ねぎと、あとウィンナーですね、ウィンナーを細切りにして、3本分、使用しました。で油はですね、あの普段はごま油か、オリーブオイルを最近使っているんですが、ちょっとどちらも切らしていまして、今回あのバター、あの前回、前々回、以前あのたらこバターご飯で、まあ、使用したバターを、はい、まだまだ余ってるんで、そちらに転用しましたね。というわけで、じゃあいただきます。あのほんのりバターの風味も効いてて非常に美味しいですね。あ、ちょうどいいですね、これは。あ、見た目は悪いですが、はい、味は抜群です。我ながら、うまくできたと思います。というわけで、また何かね、ちゃんと栄養のあるものを作りたいと思います。ありがとうございました。インセルでした。